今天这场比赛总运动员总体来说呢是打得非常顽强，日本队呢整个技术非常细腻，也很轻易丢分，就是要求我们做好充分的这种困难应对。也开准备会呢，队员包括我们教练呢都说了，今天这场球要做好，打艰苦战、艰苦战和持久战的足球。确实，队员在场上做到了，包括在场上特别被动的情况下，一直咬牙坚持，一直坚定自己的信心。我认为队员表现呢还是非常不错的。オフェンスのところでは自分が十分に活躍することができたと思うんですけど、サーブでのミスが多かったりとか、ディフェンスのところであまり活躍できなかったのが惜しいなと思います。中国はすごくバランスの取れたチームで、それを分かってて自分たちも準備してきたけど、ホームゲームで中国が勝ったことはすごく素晴らしいことだと思うんですけど、自分たちもアジア、同じアジアのチームとしてもっともっと強くなりたいなと思える試合でした。